起点終点沖縄県道215号、白浜早見線は、沖縄県八重山郡竹富町入り表島の西に、ある入り表の白浜地区から北岸と東岸を経て、南東端のざ早見、豊原地区とを結ぶ日本の一般県道である。通称は、北岸道路。島を時計回りに230度ほど回る形になるが、残り部分に道路はなく一周はできない。 総延長約54キロメートルで沖縄県内では最も長い県道である。入表島西部と東部を結ぶ唯一の幹線道路である。船、うロミ中道路本線は1953年に琉球政府道に指定。1972年の本土復帰とともに県道となった。竹富町内には他に、小浜島に沖縄県道2 1五号小浜高線。 黒島に日本の道百選に選ばれた沖縄県道213号、黒島高線の2つの県道があるが、いずれも1980年に指定されたもので、本土復帰前からの県道はこの路線のみである。西表島では、島の東西にそれぞれ集落が形成されたが、亜熱帯の森林に覆われた山地が島の大半を占めるため、かつては東西を結ぶ陸路はなく、 住民が東西を往来するためには、手こぎの栗船を使うか、一旦、石垣島を経由するしかなかった。しかし、1977年に、船浦橋の共用が開始されて本線が全線、開通したことにより、島の東西が結ばれた。1986年3月13日には、大原郵便局前交差点に、町内発の信号機が設置された。 1993年1月20日に、都内白浜間に入り表トンネルが開通。また、同年4月1日に、それまで沖縄県内最長の県道だった沖縄本島、北部東海岸の主要地方道名護国神線の一部の区間が国道331号に昇格し、残りの路線を引き継いだ主要地方道国神東線が本路線より短くなったため、 沖縄県内の県道で最長となった本線は入表山猫の生息域を通っている。入表山猫は山麓から海岸にかけての地域を沢沿いに移動するため沿岸部を走る本線を横断し交通事故に遭うことが多い。1977年の全線開通以降毎年数頭が交通事故に遭っており2010年代には 入り表島全域での交通事故が平均4.57件、年に急増。1978年から2018年3月までの累計では80件の事故が発生し、76頭が死亡している。このため、環境省、沖縄県、竹富町などにより、道路標識や動物用トンネル、減速帯などの保護対策が進められている。沖縄県は、 1995年に野生動物の保護のためにエコロード事業を開始。1996年度からはアンダーパスの設置を行い、2007年度1月末までに船浦全領間の 45km の区間に計83機を設置した。2014年末では130機以上が設置されている。また、 2014年4月には、入り表山猫の道路への侵入を防止するための、高密度ポリエチレン製のネットを使ったフェンスの設置を行った。また、小動物が、速攻に落ちても這い上がりやすく、かつ、道路側に上がりにくいように、幅広速攻、肩勾配速攻の設置も行われている。本県道及び、終点の先のハエミ電浜が、ロケ地として使用された。 ありがとうございます。